と大人はそれらしくするのでかかりきりになるんだ関心はまだ僕ら真珠のかけらだって昔そこに物語がなければからくりの中でもうある僕らへのさ実は奇跡のような毎日を当たり前に手を差し伸べ合って過ごしている、うん、心は巡り合えますか掛けがえのない物語もああいつの日か桜の枝から花びらがそっと優しくさよなら告げたちょっとだけ泣いてさよなら告げた